さあ絵を描こう、ナンパする人、どういうこと？初めてやったからルールが全く分かんないんだけど、ナンパする人描けばいいの？やばい、なんか思ったより全然描けねえ。え、終わり？なんか次リンゴ来たんだけど、この絵を説明してみよう。かじったリンゴとか。誰かじったリン、ちょっと待って、これ時間早すぎん？日向ぼっこするウサギはイメージ大体ついたからもういける。やばい。ウサギって元どういう形してたっけ？え、ウサギってこういうのじゃねえっけ？地面にめり込んでね、これ。ちょっとこの木から漏れたさ、ここの影描こうとしたら、これちょっと脱粉してるように見えね。あ、なるほどね。これでとりあえず一回終わったってこと。面白。これ結果発表みたいなやつ。ご飯を食べて太りすぎたウサギ。レイさん。ああ、うまいね。これうまいわ。これは表現力ある人勝つな。日向ぼっこ。これ俺じゃないの？日向ぼっこするウサギ。ちょ、なんか俺だけ次元違うくねえか。本を破壊してる馬。ん？これ俺が書いたやつか。ピノスさん。うわ、うんま、マジ馬だけに言って。ちゃ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 。そういうこと言ってる場合じゃない。間に来うまって。え、みんなうまくね？ガチで言ってんの？うまえしじゃない、うまえし。食べかけのリンゴ。あ、これ食べかけのリンゴね。これ俺がさっき説明しようとしたやつでしょ？で、俺が、時間制限になって、かじえ。かじえで終わった。かじ、かかけって意味じゃねえよ。かじえって、かじったリンゴって書こうとしたら時間制限来たんだよ。これもナンパする人で時間制限来たやつだもんね。難しいな。ソータさん書いてくれた。うわ、さすが間に来、うまい。これをやっぱあれか、スピードで書く技術が求められるんだな、このゲームは。さあ、というわけで第2試合目行きましょう。大体ね、コツ分かってきた。このゲームで意識すべきは制限時間だね。さあ、まずは文章を書き込むから。飯食うビジョンヌで行くべ。転んだ像か。転んだ像は結構イメージしやすいと思うな。この重要なのはね、この転んだ4本の足がどこから生えてどういう見せ方をするかが一番難しいんだよね。おい、俺うまくね？自分でもうまいからうますぎって書いとこう。次はこの絵を覚えようらしいです。再現する。あ、書き直すんか。ああ、全く同じのをじゃあ書くってことね。いや、俺記憶力は結構いいから自信あるよ、これ。で、次はこの絵を説明してみようでしょ。これなんだ？なんかバッて起きたんじゃね？幽霊みたいなのいるし、バッて起きて振り向いて、はぁって感じだから、あ、夢か、みたいな感じだろうな、これ多分。さあ、結果発表でございます。じゃあ見ていきましょうか。まず最初、間に消え、メガネを頭に引っ掛けているのに気づかない少年。あ、それ、そういう絵だったの？そういうことね。あ、これお化けじゃなくて吹き出し？頭の中で考え、いや、これ、レイ君、これレイ君のせいでしょ。俺てっきり、は、なんだ、夢かだと思ったわ。俺が提案した飯食うビジョンヌですね。これ、間に来うまいっしょ。いや、さすが、かわいいな。マックか、マック。いや、こっち、おー、やっぱみんなそんな感じか。みんなうめえな。マジか。そしてこの絵を見てレイさんは何だと思ったのでしょうか。コロッケウってなんだよ。コロッケウってなんだよ。次はアニメーションね。オッケー。最初の絵を作ろうって結構むずくないか。土台になる絵ってことでしょ。さあ、じゃあ本家チルチル見せてあげましょうか。とりあえず飯食ってるチルチルを伝えたいから、これでね、みんなにアニメーションを動かしてもらいましょう。さあ、そしてその間に俺がやるのが、この絵を元にアニメーションを描き続ければいいと。なるほど、なるほど。あ、これ前の人の痕跡が描きやすいように残しててくれんのね。これありがたいね。いや、手振ってるの描きたいけどな、俺手苦手なんだよな。これ絶対、やばい。やーだ。いや、まあ、でも、俺だけ書いてるわけじゃないから、あれだね。多分、これ他の人がこの後に書いてくれるから、一瞬だけこのシーン出てもバレねえべ。いや、次なかなかパワフルじゃね、これ。パワフルな顔からの一転して、虚無みたいな顔しよう、虚無みたいな顔。いいんじゃないの？次、これ。これはもうお姉さん涼しい顔してね、後ろにいる変態をね、ハイパンチで食らわすでしょ。大事なのはパンチした時のスピード感よ。このスピード感をなんとか表現できれば俺の勝ちだ。これはなかなかいけるかもしれない。やばい、制限時間が。俺の筆走れ。俺の筆走れ。これいい。これめちゃくちゃいいと思う。さあ、それではラスト結果発表見ていきましょうか。こう。あ、これみんなの描いた絵が最終的にアニメとして繋げられんのか。みんな、なんか違うの描いてね、みんな。そんな迫力あるやつだった。いや、みんなの手の位置下だから俺の手上げてんの目立たせてどうすんねん。次は俺のチルチルが飯食ってるとこよ。これみんな動かしてくれたかな？ちゃんと口に運んだ食べ物。お、刺しての？そして、あ、
開けての開けた後にどうすんのこれ。落とすな。俺の最初のチルチルの顔どこ行ったこれ。さあ、このお姉さんに忍び寄る変態。これラスト俺が締めたやつでしょ。これね、結構いいと思う。決まったんじゃない？アニメにすると。こうなって、で、ここまでかけて、ラスト俺がパンチするとこ。これ繋がればめちゃくちゃ綺麗なになると思う。これ良くない？これ。これちょっと、アニメで見て、アニメで。これちょっと一番いいんじゃない？これは最高傑作ですわ。最後のこれ意味わからんわ。